はいどうも、イルザです。それでは原神やっていきたいと思います。さあ今回は酒場を出るということで、まあ、前回に続きなんですけど、メインクエストの舞台裏の話をやっていきたいと思います。来たんだね。君は？お、ジンがいる。どうして団長がここに？先に言っておくと、僕が今回連絡したのは一人だけじゃない。それからこちらはただのジンだ。団長としてのジンではない。栄誉騎士の君でもそうそう接触できない人物だろう。意外だ。天空のライアーの話は聞いていたが、まさか君だったとは。ではディルクが言ったように、ライアーの音で風魔竜が浄化され元に戻るという話は本当なのか？そうだよ。今この栄誉騎士は風魔竜事件を解決するために最前線で頑張ってる。さすが騎士団のスーパールーキー少女だよ。なんか引っかかるんだよな、ウェンティの言い方はね。違法なこともやらかしそうになったけどな。神話と関わるような荒唐無稽な説明を信じないのも無理はない。だが問題ない。詩人にもう一度歌ってもらって。この信じるさ。頑固な団長様を説得。うん。四風守護の東風の竜トワリン、彼の裏切る理由がどう考えてもわからなかった。数百年前のモンドを守る戦争で毒地の侵食を受け、目覚めた後もアビスの魔術師のせいで腐食を受けたのなら、そうなるのも筋が通る。でもこれは代理団長の立場としては絶対に口にできないことだ。ファデュイの圧力のせいで騎士団が公に風魔竜への善意を示すことは難しい。そんなことをすれば務めを放棄したと解釈される可能性もある。だから私はプライベートという形で行動するしかない。ふん。そういうところも騎士団の嫌いな理由の一つだ。ただこの正体のわからない異邦人をそのまま信じるとは思わなかった。先輩のような厳しくて慎重な人でもこの旅人を信用しているではないか。だから先輩はやめろ。今回は協力すると決めている。やめとこう、聞いてないふりしよう。触れちゃいけない過去があるみたいだな。とにかく天空のライアーについては心当たりがある。何事もないように話題を変えた。彼女やるね。モンドとスネージナヤの衝突、本質的には七国と七神の衝突だが、氷の神が率いるファデュイは風神が残した力を利用しようと企んでいる。ふん。彼らはモンドの防御を管理するつもり。トワリンを殺すつもり。もし風流を殺す計画を騎士団が止めたとなると、天空のライアーは彼らが唯一手にすることができる風神の力だ。モンドで単独行動しているファドゥイのメンバーはいくらでもいる。すでにそいつらから情報を聞き出した。ディルックが手に入れた情報によると、ファドゥイは天空のライアーをゲーテホテルに置いていない。さすがに彼らでもせっかく手にした聖遺物を半ば公の場所とも言えるようなところに置いておけないのだろう。わかるわかる。大事になったら外交問題につながるからな。七国同士の関係性はそういうものだ。異邦人、出発の準備はできているか？そうだね、じゃあ行こうか。さっきジンが言ってたよね。ファデュイの目的はトワリンの力を氷の神に捧げることだって。もしかしたらファデュイの考えを甘く見すぎていたかもしれない。彼らの本当の目的は風のつながりを利用して風神バルバトスを探し出すことにあるのかも。前にリサが暴風の源を探して
3つの神殿にたどり着いた時みたいにね。風神？風神がモンドを離れて千年は経っている。なぜ奴らの目的が神を探し出すことにあると思った？いい、これ以上は聞かないでおこう。さあ、これを。なんだこれ。正体を隠すための変装だ。ファドゥイに見つかる前に被るといい。ほう。何せファドゥイはモンドにとって厄介な異国の客人だからな。僕たちはトラブルを起こしに来たが、面倒なことは避けた方がいいだろう。っていうのでなんかもらったね。ね、その前に、よし、でよ、540か、結構離れてるね。これクエストか。あー、ここか。結構離れてるんだね。飛んでいい。また狭いところに天空のライアーを奪還と。水晶は炎有効なんだ。風、氷、水がいらない。偵察記事。おお、ディルクつくのか。はあ、どういう動きかな。回転すると体験か。よし、で、ほう、3回攻撃ね。かっこいいね。リルク、あれか、ガイアの時にいたやつか。なんか体験は体力っていうか攻撃力高いね。入れなくてもよかったか。こうなると、後ろで待ってるね。食べないでくれ。ん、あれ、人間。この辺の見張りが全員倒されたもんだから、アビス教団の怪物が攻めてきたのかと思ったぜ。ジョーもらいに来た。やめてくれ。そうだ、貴重な情報を教えてやるからな。実はモンドの秘宝天空のライアーがこの遺跡の奥に隠してあるんだ。秘宝を保管する場所に入るには鍵が必要だ。鍵が欲しいならこの先だ。俺は持ってないからな。こっち来るなよ。ドイツが鍵を持ってるかは知らねえ。とにかく部屋の中の奴らに聞け。かなりのビビリだな。あとは知らねえからな。モンドには俺らのファテスがいる。執行官がいるのか。シリオ様に見つかって目つけられても俺は関係ねえからな。逃げていったね。さっきさ、シニョーラって言ってたよな。変わった名前だな。
ファデュイにいる11人の執行官、その8人目がシニョーラだ。ファデュイが七国をかっ歩し、セフィロス騎士団の脅威となったのはこの11人の執行官が原因だ。彼女に悟られる前に急ぐぞ。おお、散らばってるね。お前ら何者だ？どうやって入ってきた？モンドとスネージアの友好協会の親善大使だ。言うことはない、降参しろ。そんなの俺には通用しねえぜ。うん、スネージナへの意志は氷のように固い。俺は屈しないぜ。ほう、強いね。判決を下す。ほう、これは強い。これは欲しくなるね。こんな強いか。どっちも同じぐらいか。意外とね、この子も最近使い勝手がいいんだよね。探し回ったけど鍵はここにないな。別の部屋を探してみるか。あと2つ。あれ、お宝開けたっけ。開けたね、よし。上もなんかあるのかな。地下か。キャベツと大根と小麦。おとなしく捕まれ。断罪の。探し回ったけど鍵はここにないな。別の部屋を探してみるか。なんか音はする。一つだけだ。きっと鍵はそこにあるよな。さあどうだろうね。なんか近くに敵がいる感じはするんだけど。上か。姿を見せよ、オズ。お前ら何者だ。な、何する気だ。言うことはない、くらえ。言うことはない、くらえ。いきなり切りかかってくるなんて。俺だってスネジナヤの一員だ。俺は屈しないぞ。出てきた盾持ちね。夜の権限。判決を下す。おお、つえ
ルクやばいな。これは欲しくなるね。これつけてる、これか、つけてたやつ、この仮面か。なんかつけてるなーと思ってたら、その前に上は何もないかな。意外とお宝、いやあるね。反対側あったね。よし、取り行こう。見間違いか。じゃあいいや。見間違いか。ありそうな感じだったんだけどね。お、エレベーター、うまい。このようなこと、シニョーラ様が許さないぞ。この私が代わりに片付けてやろう。バラいたら凍結で一気に持っていけるんだけどな。百発百中。反則だよ。妖魔め、立ち去れ。はっ、風と共に去れ。んじゃ、決めてもらおう。下す。主人公の方が強いね。そりゃそうか。さあ、これで取り返した。やっと天空のライヤーを手に入れたな。そういえばさっきのやついなくなってる。シニョーラ様は貴様らに制裁を下す。モンドの詩人は子供が眠れなくなるほどの悪夢として、それを死に残すことだろう。怖そうなこと言って結局逃げていったな。さあ、とりあえずゲットだね。これでいいのかな。さあ脱出。僕のファンたち。あ、それは天空のライヤー。うまくいったみたいだね。風が流れるような模様とバラの木の木材、少し冷たい星鉄の弦、懐かしいな。懐かしいな。どうだ、それを使ってトワリンを呼べそうか。うん、確かに本物の風神の手法だけど今はまだ無理だよ。みんなが見た通り、千年の時を経て風の力はとうに枯れてしまった。ディルックの酒場で歌うくらいならできなくはないけど、この状態じゃ。僕の酒場のステージに出演したい歌手はたくさんいる。君の番は到底来ないだろう。ディルックの旦那、ツッコミどころそこじゃないよ。おい、天空のライヤーを手に入れたのは酔っ払い相手に歌を聴かせるためなのかよ。たまにはまともなことを言うね、パイモンね。えへって
かくトワリンと話し合うにはこれだとまだまだ足りない。でも問題はライアーじゃなくてゲンの方だ。君の出番だよ、異邦人。私？楽器の修理はできない。安心して、君に修理してもらうつもりはないからさ。風元素の濃度がこの弦には全く足りていないんだ。ほう。君はトワリンの涙の結晶をちゃんと保管してるよね。よし、それを天空のライアーの上に落としてみてくれ。じゃあ任せて。あ、自分で落とさせるんだ。ん？修復完了。よし、想像通りだ。なんだかどんどん若々しくなっていく感じがする。団長も一緒にか？天空のライアーの話だ。旅人が結晶を浄化してくれたおかげで、なんとか天空のライアーの風元素がこれ以上枯れることを防いだけど、満タンになるまでまだまだ足りないね。トワリンの涙がもっとあれば。どうやって泣かす？殴る？今でもトワリンは泣いてる。苦しみを抱えて、人気のないところでね。トワリン、かわいそうだな。これは栄誉騎士だけが抱える問題じゃない。私たちもすぐ行動に移そう。涙の結晶を入手したら、また栄誉騎士に浄化を依頼させてもらおう。任せて。いいね、英雄たちが互いを信じ一緒に旅に出る展開、最高だ。この曲でみんなを見送ろうかな。おい、お前サボって口だけ出すつもりか？弦を弾くのには手も必要だけど。ムカつく。よし、決めた。お前のことを銀遊野郎って呼ぶぞ。こんな手探り状態の創作、あのファデュイとの競争を思い出すな。半年前、とある盗賊が四風神殿の東風遺跡からある宝物を盗掘し市場に流した。お、なんだなんだ、バルバトスが使ってたコップとかか？いや、本当にそんなものがあるならそれはそれですごいが、たとえその時発掘されたものは現存する遺物の中で最も貴重かもしれない。その宝とは風神の息が入った小瓶だ。そういう形の遺物もあるんだな。芸術的美にあふれたそれを僕は当然手に入れたいと思った。しかし情報が漏れ、ファデュイがその宝を狙ってきたんだ。彼らは偽物を作り市場へと流した。俺は諦めないぞ。そこで僕が取った対処はその真偽に関わらず全て買い取ることだ。それがずっと続いた。今もね。僕は少なくとも2000個の偽物を見た。そして奴らは今も本物を入手できていない。たとえ幼馴染でも。どっちも本気だな。でもそれって今闇市に行けば本物を入手する機会がまだあるってことだよな。そしたらさ、特別価格で本物を譲ってやるよ。ああ、やってみるといいさ。たとえ偽物だったとしても僕は断らないよ。入手したらワイナリーに来るといい。20個でビール1杯サービスする。ほう。で、次のクエストは紛失した涙、隠された涙、奪われた涙の3つだね。はあ、これでまた探し回るという感じか。まあ、デイリーとかもある感じだね。ああ、神殿、なんか見覚えある形だね。あ、結構、どこそこあるな、意外と。ねえ。よし、まあ、今回はここまでにしましょうか。まあ、次回はちょっとね、ワールドマップ歩きながら、うん、ちょっと探索メインになるかな。
まあ、できるだけメインクエストしながらってところだね。サブはちょっと後回しにしておこう。あとは、そろそろ溜まってない？お、溜まってるね。ちょっと、10回するとなんだよね。これね。キャラ的にはこっちがいいんだけどね。やってみようか。ほう、出会いの方が4個足りないのか。さあ、何色？ああ、4か。でね、槍は使わないのに、まだね。槍使うキャラいたっけ？てか、そもそも。指ばっかだね。弓。急増。まあ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 。レベル4。まあ悪くはないからね。速射の弓。狙い撃ち射撃のダメージマイナス 10%。ああ、丸の方か。まあ武器ガチャだしね。1600個と。まあ、なもんでしょう。そんなもんでしょう。よし。ということで、今回はここまでとなります。そうだね。また次回はクエストの続きやっていきたいと思いますので、楽しみにしておいてください。それではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんちゃー、またね。